乱育次郎スパイ写真おおこれは大沢刑事は目の前のテーブルの上にたった今しがた届けられた外国新聞を広げて思わずうなってしまったのですどうしたのですかちょうど遊びに来ていた吉村照夫君が そのうなって顎をなでている大沢刑事の顔を見上げたときでした。リリリリンとけたたましい音を立てて机の上の電話が鳴り出しました。ああはい大沢刑事です。ああ、刑事総監どうですか。ああすぐ参ります。そう言うと受話器をガチャリと戻してちょっと待っていてらたまえ。と。 あたふたたふと出て行きましたここは警視庁のの大沢刑事の部屋です輝ゴ君は大沢刑事から「暇があったら遊びに来てくれたまえ」ということだったので早速やってきたのですがそれが来たかと思った途端わざわざルゴ君を呼んでおいた大沢刑事が新聞を見ていきなりうなりでしたかと思うと今度は送還からの電話で慌てて部屋を出て行ってしまったのです。 なんだろうよほど難しい事件が起こったのかしらそうだそれでなければ総監がわざわざ大沢刑事を呼ぶわけがないそう考えているところにまた廊下に足音がして大沢刑事がぼんやり帰ってきました気のせいか元気のない青い顔色をしていますどうしたのですか大沢のおじさん おあ、弱ったことになったよ。何です何が弱ったことなんですかそれがねえ。相関に怒られたんですね。おー。どうしてですかいやこれだよ。この問題なんだ。大沢刑事はそう言うといかにもいまいましそうに、 そのテーブルの上に広げて置かれてある外国新聞のある写真を、指先でグリグリと押してみせました。それは、どこかの工場で最新式の飛行機を組み立てている写真です。しかし、その半分ばかり組み立てられている飛行機は、今まで見たこともない珍しい格好をしているようです。珍しい飛行機ですね。この工場はどこなんですか それが、それが問題なんだよ。この工場は日本なのだ。しかも絶対に秘密の工場で、この工場で作られるものは世の中の人が誰も知らない。ましてこの飛行機は一度世の中に知られようものなら世界中がびっくり仰天するに違いないというほど大発明なんだよ。何しろ。 無着陸で日本から悠々太平洋を越えてその向こうを爆撃して帰ってくるくらいは平気の兵座という大変な爆撃機なんだからねへえそんな大発明の飛行機の写真をなぜ外国の新聞なんかに出すんですか写真なんかに出したらすぐ秘密をまねられてしまうじゃないですかテル雄君と一緒についてきた私もついたまりかねて口を出しました だからさ、それなんだよ。それで僕たちも大騒ぎをしているんだ。何もこんな秘密のところを写真に撮ってわざわざ外国になんか送るものか。これはスパイ写真なんだ。えスパイ写真ですってそうだよ。それがいかに厳重に警戒していてもいつの間にかこっそり映し出されて。 こうして外国の新聞に堂々と出てしまうのだ。この前に来た外国新聞にもここの工場の写真が出ていた。こうしてどんどん秘密が外国に出ていっては大変だというのだ。警視総監から特別の警戒を命ぜられていたのだよ。だから一生懸命目を皿のようにして警戒していた。それなのに。 またまたこうして写真をやられてしまったのさほん<ー>それで今呼ばれて大目玉をちょうだいしてしまった大目玉をいただいたことよりも僕はこのスパイにまんまとやられたことが悔しくてしょうがないんだ大沢刑事はそう言っていかにも残念そうに歯を食いしばるのでしたそして くん何とかうまい工夫はあるまいかこのことでわざわざ来てもらったわけなのだが身体検査照男くんはしばらく何か考え込んでいましたがやがて大沢刑事の耳元に口をつけて何か小声でささやきましたおおそうだね やってみよう大沢刑事はやっと元気づくとすぐ車を命じましたそして私を加えた総勢3人は早速それに乗り込んで問題の秘密工場に急いだのですその工場は東京の外れの森の中にありましたちょっと見たところでは大きな屋敷のようですがその中に工場がいくつも立っているのでした 一歩門を入るとなかなか厳重な警戒ぶりですところどころに巡査や憲兵も立っていて油断なく目を光らせていますし工場のお出入りにはいちいち身体検査をされるのですからとても普通のものでは写真を撮るとかそれを持ち出すなどということは思いもよらないことですしかしそれにもかかわらずこうしていろいろとスパイ写真が外国に行くというのですから その巧妙さは恐ろしいほどです。だが、テルゴ君の顔には、必ずスパイを捕まえてやるぞといった決心の色がありありと浮かんでいました。私たちはいくつかの工場を通り過ぎて、いよいよ秘密の大飛行機を作っている工場に出ました。するとちょうど交代時間のサイレンが鳴って、 今まで働いていた行員たちがぞろぞろろろ出てくるところでしたその行員たちはこうしてスパイ写真が外国に漏れるようになってからは事に出入りが難しくなってちょうど汽車や電車の改札口のように1人ずつしか通れないように柵の作られたところをぞろぞろ出てくるのですそしてその両側には監視員が目を光らせています そうして少しでもおかしいと思えば遠慮なく身体検査をしますこんなことをしていてもそれでも秘密の写真が持ち出されるのは一体どうしてでしょうか確かにこの中にスパイがいるんだ大沢刑事も息を殺して大きな目をしていますしかし全部一人残らず出てしまったのに とうとう怪しい男は発見できませんでしたすると大沢刑事は照尾君と顔を見合わせて急に大きな声を出すとおいみんな集まれ今日は健康診断をするんだこう言って全部の行員たちを集め医務室の方に連れて行きましたこれがどうやら さっき輝オ君と大沢刑事が小声で相談したことらしいのです健康診断ですから全部の人が一人一人みんな服を脱いで裸になりますそして医者が体を見たり口の中までよく検査しているうちにもう一方では脱いだ服を糸くずでも見逃さぬようによく調べてみようという計画でしたこれは突然だったし 大成功を収めましたというのはこのためにこっそりネジをごまかしてポケットに入れてきたものが56人もありましたし持っていてはいけないマッチを持っていたものが2人も見つけ出されましたがしかし肝心のスパイ写真機はとうとう発見できませんでしたこれではせっかくの明暗も何にもなりません マッチやネジを見つけても、大沢刑事はにこりともしませんでした。てるおくは額にシワを寄せて考え込んでいます。きっと小さな豆写真機とは思いますが、それにしてもそれよりも小さなネジが見つけられたのに、豆写真機が見つけられないというわけがありません。この計画は、ものの見事に失敗してしまったのでしょうか。 そうしているうちに健康診断はどんどん進んで、もう済んでしまいそうです。と、照夫君が急ぎ足で医者のところに行きました。先生、ついでですからレントゲンをかけてよく検査してください。レントゲンですね。承知しました。医者も照夫君の言うことをすぐ聞いてくれました。レントゲンというのは、 X 光線のことでこれをかけると外からはわからない体の中までまるでガラスのように透き通って見えるのですなるほど大沢刑事はそれを聞いて思わず膝をたたきましたそれはこの中にスパイがいるとすれば急に健康診断をすると言われたので豆写真機の隠し場所がないので 一思いいに飲んででししまったかもしれないのですだからもしそうならレントゲンをかければ胃袋の中に豆写真機のあることがちゃんと透き通って見えるに違いありません早速一人一人にレントゲンがかけられました私たち三人もそのそばに立って一生懸命に見つめていました またも貝写真だがしかしとうとう誰の胃袋にも豆写真機らしいものは発見できませんでしたこれは一体どうしたわけでしょうか服はもちろん口の中胃袋の中まで誰も豆写真機を持っていないのですそれでいて今までどうして秘密写真が外国の手に渡っていたのでしょう さすがの照夫君も今度ばかりはすっかり弱ってしまったようです大沢刑事にしても首をうなだれてまるで元気がありませんこれでも写真が外国に行くならまるで魔法使いだとつぶやいていたのも誠に最もなことでしたがどうでしょうその次に届けられてきた外国新聞には ままたまた秘密工場の写真が出ているではありませんかところがただ一つその写真は非常にぼんやりしています今までの写真は皆はっきりしていたのですが今度のに限ってまるでモヤがかかったように薄ぼんやりとしてよほどよく見ても説明がなければ何の写真だかわからないようなものですけれども写真が持ち出されたことは本当なのですから。 大沢刑事はすっかり悲観してしまっていてまた訪ねていった照男くんや私にまるで返事もしません照男くんもまた写真が持ち出されたと聞いた時は困ったような顔をしましたがしかしその大沢刑事の目の前の新聞を見ると今度は不思議なほど元気づいてきました「大沢のおじさん心配することはありませんよ大成功じゃないですか」 この写真はこんなにぼんやりしていますおーぼんやりはしているがしかしあんなに厳重な身体検査までしてどうして持ち出されたのかがわからんのだしかしもう大丈夫です今度こそ捕まえられますよこの写真のぼんやりしているのが何よりの手がかりですほうそれはどういうわけだね と、大沢刑事はやっと少し元気を取り戻してテル雄君と私の方へ向き直りましたどういうわけってこれはレントゲンをかけたためですよレントゲンをかけると写真は光を感じてしまうのは知っているでしょうん知っているだからこれはあの時レントゲンをかけられたためにこんなにぼんやりになってしまったんですおお ということは、スパイの豆写真機は洋服に隠してあるのではない。もし洋服に隠してあるのなら、裸にしてレントゲンをかけたのに感じるわけがありませんからね。だがおかしいね。あの時は誰の胃袋にも豆写真機はなかったし。胃袋に飲んでいたんじゃありませんよ。だってもし胃袋に飲んでいたのならあの時わかるはずだし、それに、 胃の辺りにはよくレントゲンをかけたのですからもしその辺にあったのならこんなぼんやりどころか光を感じて真っ黒になっていなければならないわけでしょうおお<う>だからこれはレントゲンをかけた場所から少し離れたところにあったということがわかりますおかしいねそんな隠し場所があるかしら 口の中だってよく調べたのだよ。知っています。おお<ー>。大沢刑事は思わずうなり出してしまいました。私だって同じことです。洋服にもない、口の中にもない、胃の中に飲んでいたのでもない。そんな隠し場所があるでしょうか。その上裸の体は、 専門の医者がよく調べたはずなのですから悪魔の目とにかく照夫君には自信があるようなので私たち3人はもう一度秘密工場に車で駆けつけましたちょうどこの前と同じように出口の柵のところを行員たちが一人一人出てくるところでした 君はもう何にも言わずにその柵のそばの監視員の隣に立って出てくる行員を一人一人注意深く見つめていました10人20人と出て10人20人と出てもう後には残り少なくなりましたしかし照夫君は相変わらず何とも言いません「どうするのだね?」。私が声をかけました。 その時でした。ちょうど柵のところを出てくるあまり人相のよくない一人の外国生まれの義手らしい男をちょっと待ってくれたまえすまないが少し聞きたいことがあるそう言うと後の行員には目もくれずにその男だけを大沢刑事と私のところに連れてきましたどうしたいテルオくん 大沢のおじさん、この男がスパイです。ええば、バカな、とんでもない。どうしてスパイですどういう証拠がありますかその男は顔を真っ赤にして怒鳴り出しました。しかし私は構わずに、照夫君の言う通り、その男を縛り上げてしまったのです。どういうわけか私にもわからないのですが、 今は照夫君の言うのを信用するより仕方がありませんすると照夫君はいきなりそばに寄ったかと思うとあっという間にその男の左の目玉をくり抜いてしまったではありませんかおお大沢刑事と私はびっくり仰天してしまいましたがしかし二度目の「あっ」という驚きは その左の目玉が血の一滴も出ずに、照夫君の手の上で、コロコロ転がっているのを見たからでした。それは義眼でした。そしてその義眼は同時に、とても精巧な豆写真機だったのです。なんといううまい隠し場所でしょう。そしてまた、それを見破った照夫君の腕前には、 今さらののよよううううにに感心させせれてしままでででははありませんか。テルオ君は何でもないように言うのです。レントゲンというのは写真に光を感じさせる力がありますから今度の写真がぼんやりしていたのはきっと体のどこかに隠しているのだということは分かりますそして胸や腹の方はよくかけていたのですからそこにあったのならぼんやりどころか真っ黒になるはずだ とは前に言ったじゃありませんかその上前の写真を見るととてもうまく目的の大飛行機が写っていますこれはポケットの中や何かでこっそり撮ったのじゃない確かに目で狙って撮ったのだということがわかりますそうしてみると首から上でしかも狙いながら撮れるそれは人間の目しかありません だから、あの柵のところに立って、目つきの変な男を探し出したのです。案の定、左の目が疑眼で、豆写真機になっていましたね。これからは、全部の人間に体中にレントゲンをかけるようにすれば、写真を撮っても、どこに隠しても、すぐ真っ黒にすることができますよ。そう言って、にっこり笑ったのでした。その後、この工場では、 あの出入り口の柵のところに監視員の代わりにレントゲン機械を置くことにしましたそうすればそこを通るだけで自然に痛くもかゆくもなく写真という写真は全部観光して真っ黒にすることができスパイ写真の心配はなくすことができたのです